はい、英語からオカリナ制作者がお送りします YouTube チャンネルへようこそということで、さあとうとう迫ってまいりました。今週金曜日はそうです、6月30日は茨城県、小美玉市四季文化館ミノーレ森のホールでカンタレオカリナの集い茨城公演ということで、皆さんぜひね、会場が12時、そして開演を12時半予定しておりますので、ぜひぜひ小美玉市の四季文化館ミノーレ森のホールに来てください。いろんなですね、12団体出ますし、先生方もですね、まあいろいろとやっていただけるので、すごく楽しいかなと思いますので、ぜひご来場くださいということで、そこに合わせまして、実は久しぶりにですね、カンターレからですね、楽譜集が発売されることになりました。ありがとうございます。さあ、どういうものかと言いますと、こちらでございます。はい。こういう感じになってまして、全8曲入ってます。はい。で、こちらにあるのは CD になってますので、カラオケ音源もバッチリ入っております。はい。で、これですね、非常にですね、まあ、オリジナル性がありまして、まあ、売り的に言いますと、すべてがカンターレのオリジナルの編曲になってます。はい。で、全8曲で、このようになってまして、譜面はですね、はい、こんな感じになってます。すべて、ほとんどすべてが下原陸人先生の編曲で、今回構成されておりましてですね、なかなかの素晴らしいチョイスになってるかなと思うし、サクッと吹けるように、今回作りました。ね、音楽福袋と書いてありますね。こちらのね、楽譜集の売りなんですけども、基本的にすべてが簡単でオリジナルの譜面だということと、ほとんどすべてが下原陸人先生によるオリジナルの編曲になっています。またですね、もちろんこちらにカラオケ音源がついてるんで、それに合わせてね、吹いてもらいたいんですけども、そのカラオケ音源にサポートメンバーとして、なんとこちらズドン、はい、新日本フィル、主席、なおかつカンタレオカリナ専任講師やっていただける新納先生が、大声で入ってますから、ね、新日本フィルの主席の方がね、2曲、参加してもらってます。これなかなかないよ。もうこれはね、カンターレスペシャルオリジナルということで、ぜひ新納先生の大声をバックに演奏してもらいたいなと思ってます。新納先生がやってくれたのはですね、例えばで言うと、チャイコフスキーのくるみ割り人形より花のワルツの抜粋、こちらに大声が入ってます。これね、抜群にいいですよ。うん。この頃ね、プロの演奏家でもこの、花のワルツっていうのをね、演奏するかなと思うんですけども、非常にね、吹きやすく、下原陸人先生がアレンジしてもらってるんでね、はい。こちらですね、こんな感じになってます。ので、こちら、楽譜と CD が付いてまして、税込み2000円で販売させてもらってます。で、30日には、下原陸人先生も来るので、限定でね、こちらにね、サインとかね、書いてくれるかもしれないんでね。ぜひぜひ、ぜひまずゲットしてもらいたいなと思うとともにですね、6月30日はぜひ、小美玉市四季文化館ミノーレに、来てくださいということで、楽譜ぜひ、ベースでも取り扱ってますので、ぜひご覧くださいということで、30日会いましょう。待ってるよ。